はい、ゆうすけです。今回は、ジョジョ SS の降臨ガシャーですね。 SR&SSR 的中率超超アップ。はい、で開催期間が2015年の12月23日の23時59分までですね。で、降臨ガシャー限定の、新ユニットが華僑院のりあき SSR です。はい、でまあ他にも降臨ガシャ限定のキャラゲットするチャンスなんで、ぜひ欲しいですね。でまあいつも通り覚醒ユニット一定確率で獲得できる、はい、的中率アップ、追加抽選ボーナス、発生率アップで、最近ありましたよね。7プラス2回のガシャ、お得なガシャですね。ダイヤ35個で9回の連続ガシャ引ける、はい、これですね。あのダービー戦の時ですね、の華僑院で、これは降臨ガシャじゃないやつですね。降臨ガシャじゃない新キャラ SSR のテレンス T ダービー、はい、なんで連続ガシャでいきます。9連ね。はいはい、連続ガシャ結構いい感じなので、今までほぼほぼ出てるんじゃないかな。1枚は SSR、 じゃあいきまーす。うん、どうせなら降臨ガシャ限定のキャラが欲しいですね。ディオだけ持ってるんで、あと緑の SSR がないんで欲しいですね。はい、ホルホースのレア、ワイヤードのベックレア、お、あー上がんないか。レアのジョナサンジオスター、ペットショップレア、あれまずいな、これ全部レア。レアのディオブランド、うわやばい。レアのジョセフジョースター、あ上がれ、うわ上がんないか。ロケットパンチテペリ SR、 うわやばいな今回。うわもうやばいんじゃないの。カーンレア、うわ SSR は来ないか。あヌールはいいですね、これ OKOK。 うわーやっちゃった、これやっちゃったな。いやまだある、まだ追加抽選あるんで。これできたんですよね前回。うわーあースティーディ、あこれはいいですね、これ全然重なってないです。あうわ終わりかこれ、うわーうーわ、はい、結局合計で10連でしたね。10回で、レアが何だったっけな、いや SR がテペリヌールスティーリーダン、7枚レアか。うわー連続ガシャでこんだけひどいの初めてですね。うわー、うん、まあ最近結構コンスタントにあの SSR 引けてたんで、まあしょうがないですかね。いや降臨ガシャが限定があんまりないですね。てか1体しかいないですね、ディオしか。いやーもっと他の強いキャラが欲しかったんですけど、うん、まあしょうがないですね。はい、というわけで、またガシャの確率アップ来たら来たいと思います。ご視聴ありがとうございました。